Welcome to my channel, this is Sam and I'm playing Fate Samurai Remnant. So we just started chapter 3, right? I'll just skip this thing. Start of chapter 3. アサシンの邪毒を受けたと聞いたが、思いのほか顔色は良さそうだな。うん、安心だ。ああ、若干のだるさは残るが、さして触りはない。Just a second, guys. 気分はだいぶ良い。昨晩はよく眠れたからな。大然としたものだな。とはいえ、英霊の扱う毒だ。甘く見るな。体調には細心気を使えよ。ああ、そうしよう。頼む。ならば改めて本題に移るとしよう。敵は誰で、手を携えるべきは誰か。考える必要があるだろう。ひとまず明確な敵は、横須賀で退治した大立ちを振るう黒い武者姿のライダー、蛇の群れを操るアサシン、そして銀色の髪をしたあの陰気な女、二層使いのランサーだ。これらの三機とも正体は分からずじまいだ。ランサーはホームを使ったが、小石川の一件だな。ホームとは英霊の伝説そのものの具現、正体もつかめそうなものだが。セイバー、心当たりは？あるようなないような。頼りになるのかならんのか、しかしかくいう俺も南蛮の歴史には疎い。テイはどうだ、わかるか？炎を操る妖人の女、やはりそれだけでは何とも言えないな。うん、乱人の知識を頼ってみる手もあるな。何、案ずるな。正体が分からずともそう恐れる必要はないぞ。炎であれば私の剣で吹き消せる。セイバーの剣、確かにあの絶にならば。とはいえセイバーを頼るばかりではいけないな。敵はランサーのみではないのだから。まあな、何せ明確な敵対サーヴァントが3機となると、もう一陣営ばかり協力者を増やしたいのが本音だな。協力者、当てがある顔だな。思い当たる節はいくらかあるが、特に一機ランサーとはっきり敵対する者がいる。ランサーと？ああ、俺も合点が言ったぞ。小石川にいた白い武者姿のサーヴァントだな。あ、ああ、そうだ。彼はランサーを悪鬼の共柄と呼び、剣を向けた。悪鬼が何を指すのかは分からんが、敵の敵は味方とも言う。はぐれのセイバー、こちらに組みするかもしれん。悪鬼、なるほど、そういうことか。アーチャー、何を納得した？いや、お前たちが大蛇を打ち倒した後、こちらはライダーの様子を伺っていたんだが、撤退しようとしたライダーの眼前にあのはぐれのセイバーが現れたのだ。奴はライダーに剣を向けてこう呼んだ。悪しき鬼と。ライダー、ランサー、おそらく両者は同盟関係にある。そしてそれを早々に掴んだ上で
はぐれのセイバーは連中に敵対しているわけだ。うまく引き入れたいところだな。一度こちらの配下に小石川の様子を探らせよう。はぐれのセイバーを見つければ。いや、俺たちが動くても邪毒に侵されたばかりの身だろう。無理をするものではない。そういうことだ。今日くらいはおとなしく休んでいるんだな。うん、わかった。そうしておこう。いとまができたならやるべきことは一つきりだ。セイバーの剣、あれがこの目に焼き付いているうちに。ちょっと待った！兄ちゃん、まさか剣の稽古をするつもりじゃない？そのつもりだが。昨日も今日だよ。不思議と気分が良いからな。もう大事ない。本当にもう大丈夫なの？昨日はすごく顔色悪かったし、ご飯も一杯しかおかわりしなかったし。いや、案ずるな、カヤ。大丈夫だ。イオリ自身が大丈夫と言っている。そうだな。おう。けど昔から兄上は稽古に精を出しすぎてぶっ倒れちゃうような人だし、戦の最中だとしても今日くらいは休んだ方がいいと思うんです。 So one thing you can notice here that、on Lori's hand the mark has faded a little because he gave an order. He can give three orders, then his servant will die after that. So he has given one order already.So that tattoo or that mark has depleted a little. 言ったろ、大事ない。それに掴んだものは離すなと師匠も言っていた。もうまたお師匠様の言葉を都合よく借りて。カヤ、君の心配は分かった。私がイオリを見ていよう。万が一ふらつきでもしたらすぐに床へ放り込む。それでどうだろう。もうセイバーさんがそこまで言うなら。兄ちゃん、絶対に無茶しちゃダメだからね。わかっている。セイバーも。うん。さてやるか。オロチの毛さえたやすく両断するセイバーの剣。俺は支度が済んだら森へ向かおう。This is first.してるぜ。お見事。じゃあまたな。Okay.
going with this one. よく来たな、雑種。ま、こんなものだ。悪くない。このガラクタを。ま、こんなものだろう。そうだ、残らず収めよ。そうだ、残らず収めよ。そうだ、残らず収め。そうだ、残らず。また来るがよい。よく来たな。ボスですかね。また来るがよい。Maybe now I can buy some.またのお越しを。
共に行くぞ、よりいつでもよいぞ、よりまた一つ強くなれたな、この勝利貴殿あってこそだ。ここ数日、俺の出会った脅威、世の歴史に刻まれた英霊サーヴァント、そしていずれ劣らぬ魔人揃い、間違いなく自分以上勝てぬ、はあ、あの日目にした剣に焦がれ、二天一流を磨き、死を失って後、かの老人と出会い、攻玉の南蛮下法を得てもなお、俺は、天下一の剣士には程遠い。だが、よもや、このような機会が訪れようとは。今こそ、俺は、あの日の剣を、超えてみせよう。すべてはこの体に。ゆえに、目を開け、目覚めよ。我が二刀、退け我が余分、極限の道のみも己が前例をもって天に立てまつ、我が二天をつかめと定められたる者なり、浮きすさぶ嵐のごとく、我は二天を制すと主に近いし者なり、我は二天の果てに霊と無限の螺旋を見出す者なり、本当にあんなので効き目あるのかな。ある、あると。生まれながらの強者じゃない、強くもない。あれでは国は落とせないし、王を殺せず神を断つこともできないけれど、なんだろう、あの姿に暗いものを感じている。天下一になれる目はないってこと？わからない。ただ、ただ今はあの姿から目を離せずにいる。我は、我こそは二天一流宮本伊織なり。
fire stands a bull's foot in the stones. Eyes were most of the super the stones for his constant institution. この旅の稽古はこれでしまいだ。お疲れ様。あ、そうだ、腕は。この程度の所作ならどうということはない。大事ないと言っただろ。よかった。それじゃ長屋へ戻ろっか。どうしたセイバー。いや、うん、おーい、兄ちゃんたち、早く来ないと置いてくぞ。ピオリ。分かっている、急ごうセイバー。兄ちゃん、私も。ダメだ、今はここにいろ、いいな。連中、おっとり刀に駆けつけた。派手に燃やした甲斐があったね。我が魔術的防御が、それに低成功の結界も。だが、術者としては並だから期待するなと、帝は言っていたぞ。あと、相手が強い、それだけだ。そういうことだよ、おじいさん。嘘、兄ちゃんちが。あいつめ。おい、間違いありませんね。で、待て。ユリ。分かっている。Don't tell me this guy will kidnap me. Get out, Kaya. What are his intentions? I don't like this. Nancy.What the hell are these guys up for? If I had like that Foxfire Kinemon style, I could have cut the flame and go after it. So, Kaya が角わかされたか。なんと無様なティータラクよ。わしが意識を保っておればこのような事態。無様は私だ。私がいながらこんな。
ああもう口惜しい。まったくもって、セバ。なんだ。こたびの門沸かし、お前はどう見る。なぜカヤが狙われたか。それは。イオリを難敵と見て確実に仕留めるため人質を取ったのだろう。それは随分と変われたものだな。だが腑に落ちん。俺はこの門沸かしは何らかの計略と見たぞ。ふん。木々の都と言うべき八百夜町で躊躇なく炎を放つ猛者がランサーとそのマスターだ。今さら絡めてなど到底。待て、今そこに。あっちゃー、遅かりし武蔵かしら、これって。And now who's this? これは、なんたるありさまだ。師匠と、テイ。The camp.ほうけるな、より来客だ。ああ。なんか胸がざわついちゃって、予感的中もいいとこじゃない。あ、彼は道すがらばったりね。宣告から連絡に応じないと思えば、襲撃を受けたのか。この炎の後からすると、相手はランサーか。そうだ。そっか、カヤちゃんがランサーたちに。で、イオリ君、君はこれからどうするつもり？無論、賊を追ってカヤを取り戻します。うん、そうね。それで師匠、テイ、どうか。お前とは同盟を組んだ仲だ。妹子をかどわかされて息を失われては大層困る。無論助力するにやぶさかではないが、私というか私と太夫が助力するいわれはないわね。ほう、師弟の仲とは言うがなかなか非情な師匠のようだ。そうかしら。私はそう思わないけど、うん、そうかもね。情に訴えているつもりはありません。単に理の問題です。へえ。俺の考えでは、こたびの門沸かしはランサー陣営の考えではない。他に計略を企てた者がいるはず。その様子では当たりがついているな。直接に言え、より。由衣小説、ランサーたちの同盟相手だ。ライダーのマスターか。由衣小説、確かこっちでは女の子なんだっけ。あ、なんだって。あなんでもない、なんでもない。失敬失敬。それで、ええ、そうね。絡めての計略を由衣小説がやっているとして、私が君に助力する理由提示できる？なぜ小説がカヤの門沸かしを命じたのかは正直まだ分かりません。初めて対峙した夜の小説は、なんというかある種の清廉ささえあった。だがそれでもこのランサー陣営によるカヤの門沸かしは、まず間違いなく栄月を手にするための企てだ。そうね。我々全員由衣小説一人に遅れを取っているかもしれないわけです。しかし私とセイバーがランサーたちを追っているうちに、師匠とテイは
小説を追うことで奴の企てを阻むことができるかもしれない。できるかもしれないときた。ええ。で、うんうん、好きな部類の交渉だわ。よくできました。今まさに猫の手も借りたいっていう気持ちを置いて、よく言葉にできました。よろしい、この師匠の手貸してあげましょう。こっちの由衣小説は幕閣なのよね。となると幕府が相手か。でもまあいいわ、どうとでもなるでしょう。だから伊織君は心置きなくランサーたちを追いなさい。はい。いいのかバーサーカー。利点は伊織君がもう言ったでしょそうだな。では武蔵殿、一時共闘だ。よろしく頼む。てい、その皆まで言うな。他でもない、お前の妹子だろう。救わぬ理由がどこにある。こちらの御仁の手綱も取っておきたいしな。放っておけば江戸城まで攻め入らんばかりの権能さだ。そんなに暴れたりしないわよ。ほんとよ。はっ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 は。二人とも恩に来ます。もうかしこまらなくていいのに。それよりイオリ君とセイバー君はさっさとランサーたちを追う。はい、行くぞセイバー。うむ。あ、そうだ、ねえユリ君、君顔でも洗った？ああ、はい、少しばかり拭っておきました。へえ、そう。では俺はこれで。まったく、もうたった数日やそこらで拭い落として、それ持っちゃうんだ。でもね、伊織君、それはね、同性の人が持ってていいあれじゃないんだけどな。目的地はただ一つ、ランサー陣営の本拠小石川だ。以前奴らと一戦交えた地だな。あの時は横槍が入ったが、こたびこそはあの二人を撃ってみせよう。ことは一刻を争う、急ぐぞ。出会ったか。人脈の流れにも気を配るのじゃ。手じゃ、より浅草に攻め入られては小石川へ向かうこともままならんぞ。時が惜しいな。セイバー、二手に分かれよう。危険な手だが最善と考える。一方は君が、もう一方は私が素早く片付けるだな。そうだ。分かったが、流行るなよ。小石川へは共に向かうぞ。
one can resist one fully by splitting up the same one carrying out the given directions. Press E to open a certain distance. Press F at Sabo's location to begin Sabo's action. Tanamu, Sabo! つけろよイオリ、セイではことを子孫切るぞ。ああ、今はセイバーがいないからな。とはいえこの程度の敵くらいは俺一人で倒せるさ。あまり無理はしてくれるなよ。よし、敵は撤退したようだ。うまく断ち切ったな。What? Enemy is still good. 注意するのじゃ。リーメイクの上を早手のごとく進んでくる輩がおる。破れる結界があるようじゃ。覚悟せよ。では参る。鬼が脈動。受けてみろ。敵に狙われておるぞ。セイバー、いけるか。任せておけ、イオリ。戻ったぞ。私の敵ではなかったな。これは強敵じゃ。なかなかの魔力をまとっておる。お任せくださいまし。
私の思い受け取ってくださいまし。貴殿の働き頼りにしている。破れる結界があるようじゃ。敵のまじないだ。気をつけろ。では参る。水の肩で行く。燃え盛る炎のごとく受けてみろ。決める。
二点の道、未だ半ば。That part is complete. ようやく小石川に向かえるな。While I consider the time to consider, あらら、イオリ様、お助けを。頼む、セイバー。やったぞ。あらら、セイバー、いけるか。任せておけ、イオリ。戻ったぞ。断ち切ったか。さすがはわしの教え子じゃ。待っていろ、カヤ。気持ちいいか。Let's make sure to turn map. I have to go pretty far. And just...痕跡は崖上へと続いている。セイバー、ああ、行くぞ。
ず、よりやっせん決める。水の方でいつでもよい。呼べ。奴らが拠点にいる保証はなかったが、罠だ、ヨリ。橋が…となれば次は…死にかかるか、セイバー。ああ、この程度でやられはせぬ。力を借りる。はよ、燃え盛るホムラのごとく決める。終わりだ。受けてみろ。受けてみろ。読めた。終わりだ。大技が来る。構えろ。バニルガの血のごとく。
吹きすさぶ嵐のごとく。Sword skills much better than others' abilities. That's why I try.焚き火の跡。少し前のものに見えるが。ねぐらにしていたにしては使われていないというのはおかしいの。具足や槍が打ち捨てられている。知恵門が集めていたにしてはお粗末だな。誰のものであろう。本拠にしては手薄に過ぎる。手がかりもまるでない。時が惜しいというのに。何者？悪いな、頼まれたんだよ。しまった。ドトン、ここまで策を重ねてくるとは。セイバーと分断されたな。知恵門の行き先を探りつつセイバーとの合流を図ってみるか。Work without the help of Saber. I think I have to fight here. Also. Okunote!
大方焼け焦げてしまっているわ。なんだこの走り書きは。シエモンとは関わりなさそうだな。これは霊槽か。書物ともども燃やし尽くされている。こんなところか。先へ進もう。ちょうどよかったと言うべきか。より無事だな。悪かったなセイバー。共に切り抜けるぞ。来い。分かった。行くぞ。余談したな。
息を合わせろ。行くぞ。それでどうだ、何か手がかりはあったか。知恵門の痕跡らしきものはあったが、多くのものが処分されていた。つまりこの拠点は奴にとっては用済み。すでに他へ身を移した後か。ああ、一度浅草に戻るぞ。師匠たちが何か掴んでいるかもしれない。またお会いしましょうね。この力必ず生かそう。うん、理解した。Just go for Akashoka will do regression list afterwards. We have two regressions. So not to that. Let's go back to this. Okay. Maybe we'll do this, but not now. The next video. So thank you guys for watching. Stay tuned for more and don't forget to subscribe. We'll be back with another video. Until then, stay tuned and have a good day.